グレーフェンベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、フォルヒハイム軍に属する軍所属市で、グレーフェンベルク行政共同体の本部所在地。グレーフェンベルクは、驚くべき、標高差を持つ都市で、フレンキシェ・シュバイツの南表門となっている。ニュルンベルクの北、重要な使用の交易路であった、連邦道 B2 号沿いに位置する。町の東と北西には、大きな採石場があり、 死境となっている。カルカハカーは歴史的旧市街の西側で急に深い谷を駆け下りる。幅広くなった河川時期にはシュレーバーゲル店が設けられている。本市は公式には15の地区からなる。このうち孤立農場などを除く集落を以下に列記する。グレーフェンベルクは1172年に初めて文献上で研究される。1333年から ニュルンベルクの貴族一門であるハー家が領主となった。都市圏は1371年に授けられた。1567年6月4日、大火が町を襲い、市壁内のあらゆる家屋を焼き尽くした。16世紀になると、帝国都市ニュルンベルクがグレーフェンベルクを獲得した。1778年6月8日、激しい雷雨の後、洪水が押し寄せ、多くの市民が亡くなった。 帝国代表社会議主要決議の決議により、1803年に、この町は、バイエルン領となった。グレーフェンベルクには、カトリックのセーミヒャエル教会と、プロテスタント教会がそれぞれ存在する。グレーフェンベルクは、ヒルトポルトシュタイン及び、バイセノーへと共に、行政共同体を形成している。本市の市長は、ラルフ・クンツマンである。 グレーフェンベルクの旧市庁舎付近の山のふもとや、頂上から眺める街並みの景観は魅力的である。グレーフェンベルクの旧市庁舎は1689年にコンラートクラマーにより建設され、1871年からはグレーフェンベルクの市庁舎になった。1989年にこの建物は完全に修繕、修復がなされた。 カスベルガー・リンデ宗教行事その他の行事、青年センターエリア51では若者の祭典が開催される。極右の NPD は1999年から毎年国民追悼日にグレーフェンベルクの戦役記念碑まで更新を行っている。これに対してグレーフェンベルク市民や周辺地域の民主主義者たちは反対集会を開いてこの更新に抗議している。 グレーフェンベルク駅。バス乗り場と鉄道のホームは隣接している。グレーフェンベルクは、ニュルンベルク近郊鉄道 R1 の R21、グレーフェンベルク線の終着駅である。この鉄道は、週末になると、大勢の行楽客やハイキング客、あるいは田舎のビール醸造所や、ビアガーデンを訪れる人を、グレーフェンベルクに運んでくる。この街はまた、連邦道 B2 号のニュルンベルクとペグニッツの間に位置している。湾岸戦争時の米軍司令官として有名なノーマン・シュワルツコフの先祖はこの地の出身である。ありがとうございます。